ヘカトンケールは、キリシア神話に登場する三人の巨人である。複数型はヘカトン系です。その名は百の手を意味し、五十頭百手の巨人の姿をしているとされる。百、腕巨人とも呼ばれている。ラテン語でセントマニー。ヘイシオドスの新闘記によれば、ヘカトンケールは、ウラノスとガイアの息子のコットス、ブリアレオース、ギューゲースの三兄弟である。 ヘカトンケールたちは、あまりの醜さに、父裏の巣によってタルタロスに封じ込められたが、ティーターのマキアーの際、ガヤの勧めによりゼウスは、この三人を助け出した。そのため、ヘカトンケールたちは、ティーターンと戦い、無数の豪腕で一度に三百の大岩を敵に、投げつけて、ゼウスたちを支援した。この大岩は一つ一つが、山のごとき巨大さを誇り、 着弾の衝撃で大地が揺れ動くほどであった。大岩による攻撃を休みなく続けた、ヘカトンケールたちは、膠着状態に陥っていた戦況を変え、ゼウス側が勝利する一員となった。勝利後はタルタロスに遊兵されたテーターンの監視につき、地上から姿を消した。その後、ポセイドーンがヘーラーやアテナーと結託し、ゼウスをオリュムポスから追放しようとした際には、 テティスの依頼でゼウスを守ろうとしたこともありがとうございます。